高校ショートライナーでした。今度はしっかり落として三振、怖いバッター満塁です。しかし振らせて三振、この満塁のピンチ、最後リチャードからは三振を奪いました。だいぶ球数は要しましたが、ホークス本当のタイムリー1点で食い止めた。配球を変えてきた感じありますよね。ストレートです。右中間の当たり、ライトは岡、ストレートで三振を奪いました。今日3つ目です。ボール2から横っ飛び池田、ピッチャーベースマーク、シュート、足が速いがアウトだ。ここは池田ナイスフィールディング。そして佐々木朗希もベース、ちょっと当たり、サード待ってさばく、一塁遠投だったので、ストレート詰まらせた、またレフトに上がったがショートです。ここは友月、161キロのストレート、ショートフライでした。ツーアウトになりました。山川については今シーズンまだ直球だ、打ち取った当たり、だいぶセカンド後ろにいた小川、遠投になるがアウトです。変化球です。三振、三振毎回は捉えていますが、その日のこれで4つ目を奪いました。インハイ強引に打っていった、ショートフライ、いいんじゃないかなと思いますけどもね。続けた、振らせた、ちゃんと一塁に送ります。三振成立ですかね。ですかね。合わせてきた、左中間、しかしセンター高部です。もうこの位置にいます。引っ張った、打ち取った、一つアウト、二つ目はアウトだ。463ダブルプレー、少ない球、ここは柳田を463打ち取って、その球を手を叩きながらベンチに下がって、三振です。大事な先頭を切りました。山川に対しては今シーズン、まあ、この初回にヒットを打てましたが、空振り三振、ストレートできました。ストレートをレフトへ運ぶが変わった、小木の正面突破、スリーアウトです。左中間ですが、センター高部追いつきそうです。ランニングチャンスです。その低め、三三振を見守りから奪いました、佐々木朗希です。これで8個目です。山田さんおっしゃる通り、いきなりスタート、おっと